UNON の開発は順調に進んでいるわよ。最新のアップデートで、操作をゲーム内で完結させることに成功したわ。今回は UNON の最新版の使い方と、最近のアップデートについて話していくわね。よろしくお願いします。まずはアップデートによって UN の動作が少し変わったから、使い方を改めて説明するわね。UN で対戦するには、まず対戦相手と申し合わせてお互いに UN をダウンロードして、適当な場所に展開しておく必要があるわ。概要欄に公開ページのリンクを貼っておきます。公開ページは開発者用のサイトになっているからちょっとわかりにくいかもしれないけど、ページの右側のリリーシズというところがダウンロードページよ。それと画面を下にスクロールしていくとツールの説明も書いてあるから、暇な時に目を通しておいてちょうだい。ダウンロードページの下のアセッツのところにファイルが3つくらい並んでいるけど、必要なのは UNON の ZIP ファイルよ。他のソースコードというものは必要ないからダウンロードしなくていいわ。ダウンロードしたら適当な場所に展開しておくのよ。個人が作ったアプリケーションだと、ダウンロードしたり起動したりするときにどうしてもウイルス対策ソフトが反応することがあるとのことでしたね。起動する準備ができたら、まず UON を起動して、それから UNON.exe を起動するの。すると、タイトル画面のメニュー項目に、UNON が追加されているはずよ。おお、ゲームの中で操作ができるようになったんですね。次にどちらがホスト、つまりはプレイヤー1になるかを決めて、ホストのプレイヤーは UNON のメニューに入ってコネクトアズホストを、ゲストのプレイヤーはコネクトアズゲストを選ぶの。自分がどちらになるかで選択する項目が変わるんですね。コネクトアズホストはホストが接続を受け付けるための画面よ。この画面を開くと、ゲストが接続するためのシグナリングコードが生成されて、自動的にクリップボードに保存されるわ。そうしたらアルトタブでゲーム画面からチャットアプリに切り替えて、チャットにクリップボードに保存されたシグナリングコードを内容を貼り付けて相手に伝えるのよ。ゲスト側はまず、チャットアプリからホストの書いたシグナリングコードをコピーするの。コピーしたらゲームに戻って、UNON メニューのコネクトアズゲストを開いて、そこでショットボタンを押せばクリップボードに保存したコードが入力されるわ。それと同時にゲスト側のシグナリングコードが生成されるから、アルトタブでチャットアプリを開き、チャットに貼り付けてホストに伝えてちょうだい。チャットに貼り付けたらゲスト側でやることは終わりだから、ゲームに戻ってホストの操作を待っていればいいわ。ホスト側はゲストのシグナリングコードをコピーして、メニューの中のペーストゲストコードを選んでちょうだい。うまく接続できれば、画面の上にお互いの名前の表示と、画面の左下にツールのバージョンとビレッジが表示され、難易度選択に移行して対戦が始められるわ。ビレッジとは何ですか？ビレッジは操作を行ってからゲームに反映するまでのフレーム数のことよ。対戦相手の入力はネットワーク越しに送られてくるから、その到着を待つために入力を数フレーム遅らせてゲームに反映しないといけないのよ。なるほど。ディレイ値は初期状態では1フレームに設定されていて、ホスト側の数字キーで変更することができるわ。もし相手とネットワークが離れていてフレームレートが60に満たなければ、2や3にすると改善するかもしれないわ。もう一度ホストとゲストそれぞれの流れを整理すると、ホスト側は先にコードの生成を済ませてチャットに貼り付けて、ゲスト側からコードが来たらそれをゲームに貼り付ける。ゲスト側はチャットに書かれているコードをゲームに貼り付けて生成されたコードをチャットに貼り付けて待つ、となるわね。最新のバージョンでコードを生成してからタイムアウトするまでの時間が実質無制限になったから、生成してから急いでチャットに貼り付けたりコピーしたりしなくてよくなったわ。ということで、最新のアップデートでタイトル画面に新しい項目を増やして、そこで UN を操作できるようになったわ。これは一体どうやって実現したんですか？じゃあ、そのあたりを詳しく解説しましょうか。すでに出来上がっているプログラムのメニューの項目を変更するにはどうすればいいと思う？それはメニューの定義を変更すればいいと思います。通常そのように考えるけど、メニューの定義は必ずしも綺麗な構造体になっているかはわからないし、項目数が固定されていたりするかもしれないからいつでもうまくいくわけではないわね。確かにそうかもしれません。今回は別のアプローチを取ったわ。前回ちらっと話したけど、ゲーム内で表示される文字の描画方法を調べていて、それがこの間実現できたの。そしてその関連で、タイトル画面のメニューも毎フレーム文字列と位置を入力にとって描画する仕組みであることが分かったの。今回はこれを使い、まず既存のメニュー項目の上3つの描画位置を上にずらして、新しいメニューを挿入する空間を捻出したわ。その空いた空間に新しい項目を描画するの。なんだか無理やりねじ込んだ感じですね。でもこれだと描画するものが動いただけだから、メニュー項目として機能していませんよね。だからメニュー項目として機能させるために、カーソルの位置と入力値を確認して適宜カーソル位置や描画方法を書き換えることで、擬似的に項目数を増やしているの。
例えば、オンライン VS モードから下を押した時は本来なら次のアチーブメントにカーソルが移動するけど、この時にカーソルの位置をごまかしつつ UNON メニューのフラグをオンにし、通常のメニューの選択表示を選択していない表示に書き換えて UNON メニューの表示は逆に選択状態の表示にするのよ。さらに下を押したら UNON メニューの選択状態を解除して通常のメニューの選択状態に戻すの。こうやって他のメニューとうまく溶け込むように振る舞わせているのよ。すごい力技で解決していますね。そこから先のメニューはどうしてるんですか？ UNON の中は、まず背景を借りるために内部的には VS モードになっているわ。ここから、画面上のパーツを描画する関数を乗っ取って不要なパーツを消して、さらに入力の無効化を行っているの。これで背景が暗いまっさらな画面ができるから、あとはいかようにも画面を作り込んでいけるわね。ここで入力値を取得して適宜文字を描画していくことで、独自の画面を構築していったわ。ゲームのメニューを作ることなんかめったになかったから、タイトル画面のメニューを改造するよりもここを作り込む方が時間がかかったわね。そうなんですね。メニューの改造はこんな感じね。あとは細かい変更がいくつかあるわ。まずポーズを解禁したわね。これはうすうす感づいていたけど、ここにズレの要因はなかったからボタンを解禁しただけで動くようになったわ。地味ながら嬉しい機能だと思います。他にも、難易度選択ではプレイヤーに側でも操作できるようにしたから、これで公式のオンライン対戦と比べて窮屈に感じるようなものはなくなったはずよ。それは良かったです。あとはさっきも言ったけど、画面上にプレイヤー名を表示して画面右下にバージョンとディレイを表示するようにしたわね。これで今セッション中かどうかが一目でわかるようになりましたね。入力がうまくいかない系のバグもおよそ潰しきれたと思うわ。対戦ツールとしてはだいぶ安定してきたようですね。今後のアップデートでは観戦機能を実装しようと思っているわ。対戦相手とのセッションを開始した後で、任意のタイミングで観戦者を追加できるようにするの。これを実装して、早くオンライン大会が実現できるようにしたいわ。それは楽しみですね。シグナリングコードのやり取りを省略するためのサーバーも用意したいんだけど、それはその後になるかしらね。それと、もう公式のアップデートパッチがいつ来てもおかしくないと思うのよね。UNON本体が更新されたら UNON はそのままだと動作しないから、すぐに新しい本体に合わせて修正しなければいけないわ。けど、それを加味してもやっぱり公式の更新が待ち遠しいところがあるわね。どういったところに期待されているんですか？キャラクター間の性能のバランスはともかく、オーラ範囲アップのカードが動作していないなどは、本来の姿が見たいわね。ステージ選択など新しい要素が追加されるのかどうかも気になるわ。しかし、本当にアップデートが来るのかどうかはまだわかりませんね。そうね。アップデート、来るのかい、来ないのかい、どっちなんだい、という感じね。そうですか。これからも東方プロジェクトに関するツールの開発や、プログラミング関連の話をしていくから、今回の話が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていってちょうだい。内容について感想や取り上げてほしいことがあればコメントをしていただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。